それでは、共通 QR コード決済システムの裏側というタイトルで発表を始めたいと思います。よろしくお願いします。去年の2月、メルペイは株式会社 NTT ドコモ様との業務提携を結びました。この活動の一環として、メルペイ、T 払い、どちらのアプリからでも決済ができる共通 QR コードが利用できるようになりました。今回のセッションでは、この共通 QR コード決済システムの、システムの構成や仕組み、システムの性能を向上させる取り組みについて紹介します。私の名前は青木太郎と言います。ID は北郎です。コード決済チームというチームで、バックエンドエンジニアとして働いています。このチームでは、名前の通り、QR コード決済やバーコード決済を扱うシステムを開発しています。では、まず、共通 QR コード決済の仕組みについて見ていく前に、従来のメルペイの QR コード決済におけるお金の流れを見ていきましょう。従来の QR コード決済では、登場人物が大きく3人います。まず、決済サービスを提供しているメルペイです。次に、メルペイを利用しているお客様がいます。お客様は、メルペイが使えるお店で決済を行います。このお店のことを加盟店と呼びます。そして、メルペイは、イシュアーとアクアイヤラーという2つの役割を持っています。イシュアーはお客様の残高をもとに決済処理を行う事業者です。お客様からの加盟店様への支払いを受け付け処理します。イシュアーはお客様の残高の管理に責任を持っています。また、決済の他にも残高のチャージや、お客様向けの決済履歴の管理も行います。例えば、メルペイの場合、メルカリアプリから決済や決済履歴の確認、チャージなどを行うことができます。アクアイヤラーは決済サービスを使えるお店、つまり、加盟店様を、増やす事業者です。加盟店様の売上金の管理について責任を持ち、加盟店様への入金などもアクアイヤラーが行います。また、加盟店様向けの管理画面の提供も行っています。管理画面では決済履歴の確認や返金ができます。ここまでざっと従来の QR コード決済の流れを見てきました。では、次に T 払いと共通 QR コード決済での流れについて見ていきましょう。従来の QR コード決済では、メルペイがイシュアーとアクアイヤラーのどちらの役割も果たしていました。それに対し、共通 QR コード決済では、 T 払いがイシュアー、メルペイがアクアイヤラーとしての役割を果たしています。イシュアーである T 払いは、T 払いを利用しているお客様の残高を管理しています。決済処理は、この時点で行われます。決済が成功した場合、アプリに決済完了画面を表示します。アクアイヤラーであるメルペイは、加盟店様の売上金を管理しています。アクアイヤラーは、イシュアーから確定した決済データを受け付けます。
決済データを受け取った後、加盟店様の残高と、決済履歴へ反映を行います。最終的に、アクアイアラーは加盟店様の売上を入金します。実際の決済、返金処理について、もう少し掘り下げて説明していきます。決済処理では大きく2つの機能で構成されています。1つ目は、加盟店様のステータスを公開し、決済ができるかどうかを判断するための機能です。2つ目は、イシュアーで確定した決済の情報を受け付ける機能です。では、まず1つ目の機能の加盟店での決済可否について紹介します。特定のお店で決済ができない場合や、決済をできないようにしたいような場合があります。例えば、その加盟店様がすでにメルペイを解約されていた場合や、何らかの理由で決済制限がかけられている場合などです。こういった加盟店様に関するステータスは、アクアイアラーであるメルペイが持っています。ステータスは、加盟店ステータスと決済ステータスの2種類があります。加盟店ステータスでは、その加盟店様自体が正常に稼働しているかどうかを表しています。また、決済ステータスでは、その加盟店様で実際に決済を行えるかどうかを表しています。そのため、イシュアーはまず、その加盟店様で決済ができるかどうかをアクアイアラーであるメルペイに確認しています。ステータスが正常でない場合、決済を行うことはできません。次に、決済通知の受付を行う機能についてです。決済可能な加盟店様だった場合、イシュアーは決済処理を行います。この処理には、メルペイは一切関与せず、決済が確定したという情報のみを受け取っています。決済確定処理は、ステートマシンを中心とした設計で実装されています。このステートマシンは非常にシンプルで、決済確定中と決済確定済みという状態のみが存在しています。初期状態は決済確定中という状態です。決済通知を受け付けた後、決済確定処理が行われ、決済確定済みという状態へ遷移します。次に、返金処理について見ていきましょう。返金処理は大きく2つの機能で構成されています。1つ目は、加盟店様向けの管理画面から返金を行う機能です。2つ目は、イシュアーへの返金リクエストです。では、まず、加盟店様向けの管理画面から返金を行う機能について紹介します。加盟店様向けのサービスを提供するのは、アクアイアラーであるメルペイの役割です。そのため、メルペイの加盟店様向け管理画面から、D 払いでの決済を確認することができます。この画面から返金を行うこともできます。次に、イシュアーへの返金リクエストについてです。管理画面で返金を行うと、このようなフローで処理が行われます。まず、メルペイのサーバーへリクエストが到達します。次に、返金対象の決済に対応するイシュアーへ返金リクエストを行っています。最終的に、お客様への返金処理は、
イシュアーによって行われます。返金は、イシュアーとのネットワークをまたいだ通信が発生するため、決済より複雑なフローになっています。そのため、返金では TCC パターンを取り入れたインターフェースを利用しています。TCC パターンは、複数のサーバー間でデータの一貫性を保つパターンの一つで、TCC はそれぞれトライ、コンファーム、キャンセルの略です。TCC パターンでは、トライというフェーズと、コンファーム、もしくはキャンセルというフェーズの2つで構成されています。トライフェーズでは、実現したい処理ができるように準備をします。返金処理であれば、事前条件をチェックし、返金ができる状態にします。トライフェーズがすべて正常に完了した場合、コンファームフェーズに移ります。このフェーズでは、トライフェーズで準備したものを確定させ、処理を完了させます。返金処理であれば、ここで返金が確定することになります。もし、トライフェーズ中に何らかの問題が発生した場合は、コンファームフェーズに移ることはできません。その場合、コンファームフェーズではなく、キャンセルフェーズに移り、トライフェーズで準備したものをすべて開放します。返金処理であれば、返金ができる状態をキャンセルします。TCC パターンを使うと、問題が起こった時の対処がシンプルになります。TCC パターンを使わないで、返金処理を実装することを考えてみます。メルペイでの返金処理は成功したものの、何らかの理由でイシュアーでの返金処理が失敗したものとします。すると、メルペイでは返金が完了しているにもかかわらず、イシュアーではまだ返金されていないといった現象が発生します。次に、TCC パターンをベースに実装されている場合です。この場合、メルペイは返金を確定させるのではなく、返金準備のみを行います。イシュアーの返金処理が失敗した場合、キャンセルフェーズに移ります。すなわち、返金のために準備したものをすべて開放し、返金処理をキャンセルします。TCC パターンのそれぞれのフェーズも、ステートマシンの状態として表現されています。初期状態は、返金中という状態です。返金が成功した場合は、返金済みという状態に遷移します。しかし、中にはすでに返金期限切れになっているような、返金できないケースが存在します。このような事前条件を満たしていない返金リクエストの場合、返金は恒久的に成功しません。そのため、返金を諦め、キャンセル中という状態に遷移することで、返金をキャンセルします。返金のキャンセルが確定すると、最終的にキャンセル済みという状態へ遷移します。次に、このシステムが特に重要視している可用性を高めるアーキテクチャについて紹介します。このシステムでは、非同期処理を中心としたリトライセーフな API を提供しています。では、まず非同期処理の部分について紹介します。同期処理が存在すればするほど可用性は低下していきます。そのため、基本的に同期処理にしなければいけない箇所以外は、すべて非同期処理で行っています。例えば、お金を減らす処理は、一貫性を担保するために、同期的に行わなければいけません。
具体的には、決済時にお客様の残高を減らすような処理や、返金時に加盟店様の残高を減らすような処理です。これらの処理が非同期で行われた場合、決済が成功したのに、お客様の残高が減っていなかったり、返金が成功したのに、加盟店様の残高が減っていないというような、一貫性のない状態となってしまう可能性があります。逆に、お金を増やす処理は非同期的に行っています。具体的には、決済時に、加盟店様の残高に売上を反映する処理や、返金時にお客様の残高へ返金額を反映する処理です。非同期にすることで、一時的に反映が遅延してしまうことはありますが、最終的に、整合性の取れた状態となります。また、決済や返金に直接関係しないメール送信などの処理も全て非同期で行っています。そのため、これらの処理が、決済や返金のパフォーマンスに影響したりすることもありません。次に、この API が持つ、リトライセーフという性質について紹介します。リトライセーフな API とは、どんなタイミングであっても、何度でも安全にリトライできる API を指します。例えば、新しくリソースを作成するリトライセーフな API があったとします。このリトライセーフな API は、何度リトライされたとしても、作成されるリソースは常に一つだけになるような性質を持っています。こういった性質は、れき等性とも呼ばれます。API にれき等性があると、多くの恩恵を受けることができます。クライアントは、リソースが多重に作成されるといった副作用を気にせずに API 呼び出しができます。そのため、クライアントのロジックは非常にシンプルなものとなります。リトライを行いたい場合も、すでにリソースが作成されているかどうかを考えずに行うことができます。また、クライアントの呼び出しが、exactly once な実行とは限りません。例えば、GCP のクラウドパブサブやクラウドファンクションズは重複して実行される可能性があるため、API を適当に作成していない場合は、意図しない挙動となる可能性があります。適当性のない API とリトライについて、例を見てみましょう。クライアントがサーバーに対して何らかのリソースを作成する API を呼び出します。サーバーはそれを受け付け、リソースを正常に作成します。しかし、レスポンスを返却する途中で、何らかのエラーが発生したとします。クライアントは、リトライするために、再度 API 呼び出しを行います。しかし、このサーバーの API には、微調整がないため、これによって、二重でリソースを作成してしまうことになります。微調整のある API の場合、リソースは常にただ一つしか作成されません。そのため、すでにリソースが作成されていた場合、そのリソースをそのまま返却し、新たにリソースを作成することはありません。では、次に、どのようにして適当性を担保しているのかを紹介します。この仕組みは、先ほど紹介した決済、返金のステートマシンを使って実現されています。それぞれのリソースを作成する API は、ベキトーキーというクライアントが生成したランダムな値を受け取ります。ここでは、デッドビーフという値が使われています。このベキトーキーを用いて、ベキトー性を担保する仕組みを実現します。決済通知リクエストを受け付けられなかった場合を見てみましょう。
この場合、リソースはまだ作成されていないので、安全にリトライすることができます。リソースの作成を行うときは、渡されたべきトーキーと初期状態である決済確定中という状態を一緒に記録します。リソースの作成後、決済確定処理で失敗した場合のリトライを考えてみましょう。同じべきトーキーでリトライすれば、それに紐づくリソースを取得できます。また、記録した状態からどこまで処理が進んでいたのかを判別することができます。これにより、重複してリソースを作成することなく、安全に処理を再開することができます。リトライされたときに、すでに終了状態である決済確定済みになっていた場合、何も処理を行わずに、このリソースをそのまま返却することができます。次に、整合性を担保する取り組みについて紹介します。整合性を担保するために、主に2つのことを実施しています。1つ目は、バッチによるデータ不整合の修復。2つ目は、決済・返金のリコンサイルです。ではまず、バッチによるデータ不整合の修復についてです。バッチによるデータ不整合の修復は、数分程度の非常に短いインターバルで実行されています。これは、なるべく加盟店様とお客様の体験を損ねないようにするためです。例えば、決済通知時にデータ不整合が発生した場合、修復されるまで加盟店管理画面から決済を確認することはできません。また、返金時にデータ不整合が発生した場合、修復されるまでお客様の残高が元に戻りません。このような状況は非常に混乱するため、できる限り最速でデータ不整合を修復できるようにしています。バッチ処理では、中間状態にある決済や返金を対象に、それらの処理をリトライし、正常に処理を完了させます。このリトライ処理は、API のリトライモデルと全く同じように実現することができます。例えば、決済であれば、決済確定中のものを決済確定済みになるようにリトライします。また、返金であれば、返金中のものとキャンセル中のものをリトライします。次に、リコンサイルについてです。リコンサイルとは、2つのシステム間でデータの整合性が取れているかを確認することです。リコンサイルは、アクアイアラーとイシュアーの間で行われます。リコンサイルの対象となるのは、前日発生したすべての取引です。決済・返金を行うイシュアーの持つデータを整として、アクアイアラーがイシュアーから取引データを取得します。取得したデータがアクアイアラーの持つデータと一致するかどうかをチェックします。例えば、取引の成功可否、決済金額や返金金額、決済店舗といった項目をそれぞれチェックします。リコンサイルによって、アクアイアラーに存在しない決済が見つかることがあります。これは、システムが非同期処理中心のアーキテクチャを取り入れているためです。この場合、メルペイは新たに決済データを作成します。これにより、加盟店管理画面に正常に決済データが表示されるようになります。つまり、非同期処理ベースのアーキテクチャと、バッチ、リコンサイルによりデータ整合の修復により、一時的にメルペイが利用できなくなったとしても、可用性と整合性を損ねずに決済を行うことができています。まとめです。従来のメルペイの QR コード決済では、メルペイがイシュアーとアクアイアラーの役割を担っています。
石川はお客様の残高を管理しており、決済処理を行う事業者です。アクアイアラーは加盟店様の売上金を管理しています。また、加盟店様向けの管理画面を提供し、決済履歴や返金の提供も行っています。これに対し、共通 QR コード決済システムでは、イシュアーとアクワイアラーがそれぞれ異なる事業者となっています。今回の場合、イシュアーは T 払い、アクワイアラーはメルペイとなっています。お客様はイシュアーのアプリから決済を行います。イシュアーで決済が確定した後、決済確定通知がアクワイアラーに非同期で連携されます。最終的にアクアイアラーは売上金を加盟店様に入金します。そしてこのシステムは同期処理が必須なところ以外はすべて非同期処理で行われており、できる限り可用性を損ねないようなアーキテクチャとなっています。決済や返金はステートマシンベースでモデリングされており、ステートマシンを利用してリトライセーフな API が提供されています。バッチによる未完了処理のリトライは整合性を担保する仕組みです。このリトライ処理も、ステートマシンを利用して行われます。バッチ処理は加盟店様とお客様の体験をできる限り損ねないために非常に短いインターバルで実行されています。また、リコンサイルも整合性を担保する仕組みの一つです。イシュアーのデータを整としてイシュアー、アクアイアラー間のデータ不整合を修復します。これらの仕組みによって、シンプルなアーキテクチャながらも、非常に高い可用性と整合性を持つシステムが構築されています。発表は以上となります。ご清聴いただきありがとうございました。